んにちは、リクです。今回が、11回目なのかな。今回はクラシックギターを使いまして、アルハンブラの思い出、アルハンブラ宮殿の思い出というふうに言われますね。フランシスコ・タレガという人の、これは使っている楽譜なんですけれども、もうボロボロですね。昭和何年かな。これが49年6月10日発行ってなってます。もうかなり昔の、あれですけれども、これをちょっと引っ張り出してというか、発掘して、見ました。で、この曲について、ちょっとお話しさせてもらいたいのが、僕はインスタグラムを、やってます。これちょっとメモってきたんですけど、ですね、2017年の12月23日に、始めました。で、今日現在、今日が、昨日がニャンニャンの日だったんで、2021年2月の23日ですね、天皇誕生日なのかな、今日。本当は日曜日、今日火曜日なんですけど、日曜日に、収録したんですが、失敗しましてというか、機材がうまくいかなくて、今回この、マイクが飾りになってます。このマイクうまく拾ってくれません。ですからちょっともう一回もモノラルで、撮ってるんですけれども、もうスマホの、標準のマイクで今撮ってます。でですね、話ちょっとそれましたけども、インスタグラム、陸3581、これには、うちのちくわくんとあんずちゃんの、チワワの保護犬ですね、一応2匹の、インスタグラムになってます。ほぼその、チワワの話ばっかりになります。で、最近その一番最後のページに、僕の演奏もちょっと入れるようにしてるんですけれども、実は、もう本当にギターを始めたのは、この YouTube 始めてから、ドキュメンタリーみたいにして撮ってましたよね。ギター教室の第1回目から1回目とかもほとんど弾き始めなんですけれども、もうギターをやっぱりやめてる時間が長かったんですね、僕の場合は。で、もう20年以上弾いてなかったと。で、その僕が始めた2017年の12月23日っていうのは、インスタグラム始めた時はギターをもう完全にやめてまして、で、ところがですね、ビデオをいろいろ整理してたら、昔の僕の演奏が出てきたので、それすごく音も小さかったんですけども、それを画面に映して音量を上げて、それを、ビデオで撮ってインスタにアップしたんですね。それをしたのが、2018年の、9月の2日です。で、その時に、曲目として言えば I Love You を弾いてたんですけれども、その、演奏を見て、一つは愛しのレイラ、この間やりましたけど、愛しのレイラの、方を聞きたいですねっていうのがリクエストがありまして、で、もう一曲あったのが実はこのアルハンブラの思い出、名前をですね、私は言っちゃいますけど、チワワンさん、チワワンプリンさんっていう、プリンママとか言われてるんですけど、よく僕にインスタグラムで毎回コメントをくれてまして、で、チワワさんの投稿も多かったですね。いろんな当然そのチワワンコの、話から、いろんな動物、アザラシかな、アシカかなとか、シャチとかキリンとか、それだけじゃなく、いろんな風景とか、リサンド・ガスパールとかの、いろんなことを、投稿されてて、それがですね、パタッと止まっちゃったんですね。それに気づいたのはかなり僕も後で、最近チワワンさんなんかコメントくれないなとか、僕もチワワンさんのやつをいいねしてたりしなかったりとかいうふうなのがあったんですけども、チワワンさんの投稿がですね、2020年2月の29日、ウルード氏で、それを最後に終わってたんです。最後のコメントがですね、もう
書くこといっぱいありて、もう、おしまいみたいな感じで書かれてたのをちょっと覚えてるんですけど、それで終わってまして、よくよく見たら、チュアンプリンさん、チュアンさんは、亡くなってました、1年間のがんの、闘病生活ということだったんです。ですからまあそうですね、僕が投稿したのが2018年9月の2日の、インスタです。ですから、2018年9月から、9月の2日に、投稿して、まあ、その時にアルハンブラ聞きたいなだったかな、まあ、そういうコメントをいただきまして、そのリクエストにやっと今更なんですけれども答えるような形になりました。チワンさんは、最後の投稿が、2020年2月29日、そして4月の19日に亡くなったみたいです。で、すごいですよ。2350投稿されています。僕が今現在、まあ、2年、2017年12月23日ですから、2018年いっぱい、19年、20年、もう3年ですか、3年とちょっと僕やってるんですけども、それで133個投稿です。チワワンさんはもう最後、闘病、がん闘病1年されてますけど、2350投稿、もうすごいですね。まあそのチワワンさんの、方のリクエストにお答えして、今回はアランブラの思い出。まあもう一つは、もうちょっとこれおまけになっちゃったけど、僕の親父、もう亡くなってもう数年経ちますが、親父が好きでしたね、この曲は。で、僕は親父と一緒に練習してて、っていう思い出があります。じゃあこの後、解説をして、実際演奏したいと思います。はい、それでは解説の方に行きたいと思います。このアルハンブラの思い出、フランシスコ・タレガという人が、まあ、作ったんですけれども、僕が一番最初に聞いたのが、この間、弾いてた禁じられた遊びの愛のロマンスを弾いて、まあ、これ実際に映画の方で弾いてたのがナルシス・イブスという人。まあ、この禁じられた遊びの、愛のロマンスですね、これを弾いてたのが、ナルシス・イエピスですけど、それで、禁じられた遊びの、まず僕サンドトラック の, このちっちゃいシングルレコードを持ってまして、それが家のどっからか出てきたんですね。で、あ、ナルシス・イエピスっていう人が弾いてるんだっていうことで、僕もギターを始めたので、買いに行きまして、で LP レコード当時、2枚組のやつを買いました。その中に禁じられた遊びも入ってて、このアランブラも入ってました。で、すごい勢いでジェットコースターみたいな勢いで弾いているんですね。まあその中で、このアランブラの思い出っていうのはトレモロ奏法っていうのを使ってます。でですね、あれどこに行ったかな、仕方ない、これでいいかな。トレモロ奏法っていうのは、まあマンドリンなんかでトレモロっていうのをよくやるんですけど、こうアップ、ダウンアップダウンアップ、これを繰り返して、これクラシックギターでピックを使ったりしないですよ。で、まあこれ無理やりクラシックギターで今トレモロやったんですけれども、まあマンドリンは弦が2本あって、もっとトレモロっていうのしやすいと。でたまにこうレキギターでもやったり、フォークギターなんかでも昔の、すごい昭和の時代の、まあ、フォークではたまにやってますね。でこれを、やっていくのが、今度はまあ
クラシックギターだったらアルペジオに今近いんですね。ですから、ですね、それをこれアルペジオですけど、これを一つの弦だけ、この3本を使って同じ弦を3本弾いて、まあ、親指だけ別の弦を弾くと。だから例えば禁じられた遊びにしても、5本、これトレモロで弾くことができます。を使ってアルハンブラもやると。でこの練習方法なんですけれども、これはともかく弾くときに焦らないことですね。僕がもう一番最初に練習したとき焦って、アルハンブラの方で まずこれ親父苦しんでましたね、交際の一番最初に出たんですね。であるんですけど、これを極端なんですね、均等じゃなくて、こんなやってました。そうじゃなくてゆっくり、本当に僕が練習した時は一拍タン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 ぐらいで、メドロノームに合わせてこれ通すのか結構大変ですよ。それを、やるとかなり違います。で、もう一つ重要なのが、例えば1弦が一番やりやすいんですね。ですから後半アルハンブラの思い出の、まあ、この A7 のいいと思います。でところが出だしのところ2弦を使いますので、これ Am なんですね。次はこうこう練習してほしいと。1弦、なんで1弦からやるかというと、1弦ここに、弦が隣合わせでないので結構大振りにしても当たらないと。ところが、2弦だと、当たっちゃうんですね。たまに1弦にっちゃったりします。でこれを、きれいに粒が本当に揃ってたら、一つの弦を、こうできますね。っていう練習をすればトレモロはうまくできます。あとはもうアルハンブラの思い出はもう運指がちゃんと楽譜を見てやってほしいんですけれども、難しいところといえばですね、僕も久しぶり弾いて、こうどう弾くんだったっけって楽譜見直してした時に抑えきれなかったのが、前半のところですね、まずここで皆さん最初苦しんでます。でこれはもうすぐ、広げる練習してください。で、でここにこういうとこあるんですね。Thank you.
前半の、これが A パートだとしたら A パートの方が小説数 B パートよりも長いんですね。で C パートっていうか最後のエンディングの方に入っていくんですけれども A を2回 B を2回でもう1回 AB と戻って C に行って終わるっていうパターンになりますけれども、A の最初の方でここの難しいのが出てくるので、挫折してしまう人がいます。まず出だしてあきついなと思って、こういう変な音を下げた、ここあとこのこういうとこですね、装飾音でここできれば、あとは、先ほどの装飾音符みたいなやつですね。これぐらいです。ですからあとはもう楽譜通り本当に弾いてほしいと思います。ちょっとだけ、これ打速でもやめとこうかなと思ったんですけど、その買って僕が買ったレコードの中に、クモンバチという曲が入ってました。あのプジョールっていう人の、それがですね、っていう風な雰囲気でこう、羽音ですね。楽譜見ると、これは、クラシックで PIMA ってありますけど PIM で I モードってこの3フィンガーで、弾くように書いてあったんですけど、とてもじゃないですがさっきみたいな羽音になりません。これをトレモロのを応用して中指だけ別の弦弾いて、これをですかね、っていう使い方なんかにも応用できます。ですからトレモロという技術は、まあ、あのギターする上で結構重要になってきます。解説としては、まあ、こんなもんで、いいですかね。じゃあ、演奏に入ります。Thank you.
終わりました。なかなか親指が空振りしたりとかいろんなあのことがあって、まあ、ちょっと失敗したところも結構あったんですけども、まあ、なるべくそのやっぱりメロディーラインを、出していくっていうのを意識して、やったつもりです。あとまあジョアンさん、天国から見てくれてますか、まあ、うちの親父も見てくれたら嬉しいですけどね。次回はやっぱりこうクラシックギター使って、今度はまたエリック・クラプトンやっていこうかなと思っています。このちょっとだけ時間短いんかな、今回が火曜日なんで、まあ、あの今後ともよろしくお願いします。で、あのチャンネル登録数今正直言って、5人5人です。これからあのどんどん伸びていってほしいなと思いますので、チャンネル登録の方、どっちになるかな、端っこの方にあの画面の方にどっかあのアンズが、ウクレレ持ってるところがあると思うのでポチッとやれば、チャンネル登録できますので、よろしくお願いします。ではまた失礼します。また次回。